gonna try something, Jaws. Oh, she still has her gun. どうして? お前が… 銃… 谷村さんに渡されていたの。きっとこの銃は… Get him! あの人のお父さんの無念を晴らすため、私に託されたものだったのね。Get him! おい、何してんねえ。来ないで。ありがとう、お兄ちゃん。たった一日だったけど、お兄ちゃんと話せて嬉しかった。ヤスコ。お兄ちゃんは無実よ。でも私はたくさん人を殺してしまった。だから私にやらせて。やめろ。こんな形でしか恩返しできない私を許して。There we go. Nice. Nice headshot. Yasuko! Yasuko? Yasuko! Hey, just look here! Hey! Come here. Nii-chan. Hey! She had to die.ヤスコ、おい！あー！ All right, we're in the finale now. Oh yeah, that's what I need to do.何？殺し損ねただと？君らしくない失態だな。申し訳ありません。さすがの君でも情で手元が狂ったというのか。まあいい。木戸とかいうチンピラが一人生きていたとこで大した問題じゃない。上野清和会も桐生一馬が潰してくれた。だが、問題は金の方だよ。金？そうだ。こうしてファイルは無事取り戻した。だが、どうして君はあの現場から1000億を持ち帰らなかったんだ？やろうと思えば持ち帰れたはずだ。警察の手を使えばすぐに押収できた。あ、違います。だが君はそれをしなかった。副総監のご指示にありませんでしたので。困るんだよ、それじゃ。いいか、君はこれから私と手を組んで裏社会を取り仕切る人間なんだ。そんな人間が出生不明の1000億という金を目の前に手ぶらで帰ってくるようでは話にならん。もっと機転を聞かせてくれ。理想のためにはまだまだ金がかかるんだ。それぐらい君も分かっているだろう。 I want to see if having that disconnected actually fixes things. 分かればいい。それで今その現金はどこにあるんだ？桐生一馬、それにその協力者のもとにあると。そっか。1000億は君に責任を持って奪ってきてもらうよ。どうやって？取引するんだ。
人間誰しも弱みというものはあるものだ。沖縄に行ってこの子供たちを連れてきなさい。He's going after the worst people. あの桐生という男は取引に応じるはずだ。返事がないよ、荒井軍。まさか私の命令が聞けないわけではあるまい。はい。万が一高速に手間取るようならこの銃を使いなさい。これならば足がつくことはない。いいね。副総監。ん？キャロン。君、もうこれ以上あなたの指示には従えません。アライ、私にも極道として、いや警察官としての信念がありますから。No blood there。I like doubt he's going for fresh air. Oji-san. Haruka ka? Oji-san. Hamazaki-san ga. Hamazaki? Hamazaki ga dou shita? Tsui sakki. Nakunatchatta. Byouin de. Oisha-san no hanashi da to, senaka kara jū de utareta koto ga geiin da tte.いや、そうか、わかった。はるかも看病してくれてありがとうな。いや、そんなことはいいよ。ねえ、おじさん。ん？なんだ？浜崎さんって、おじさんのこと守って死んじゃったんだよね。ああ、そうだ。あいつは、俺を守ってくれたんだ。私、あの浜崎っておじさんのこと、勘違いしてた。そうか。浜崎さん、亡くなる少し前に私に話してくれたの。警察から東城会を守ってくれ、東城会は俺たちの生きた証だって言ってた。おじさんと佐島さんにもこのこと伝えてくれって。わかった。ちゃんと伝えてくれてありがとうな。うん。それで浜崎の遺体は？朝顔の方で一旦引き取ることにした。それでよかった？ああ、それでいい。すまなかったな、いろいろ面倒をかけて。大丈夫、心配しないで。もうすぐしたら沖縄に帰れると思う。俺が帰ったら供養してやるつもりだ。うん。それじゃあ。
西島。復讐ならせえへん。俺には警察の不正とかそんなんはどうでもいいからな。はるかから電話があった。さっき浜崎が息を引き取ったそうだ。何やと？浜崎はな、沖縄で俺と安子さんを守ろうとした時傷を負ってたらしい。今朝まで懸命な治療をしていたが、最後は眠るように言ったそうだ。お前に遥から伝言だ。浜崎は死の間際こう言ったらしい。警察から東条会を守ってくれと。東条会は俺たちの生きた証だとな。兄弟。40年も生きてやっと分かった。俺もあんたも自分に正直に生きてはならない人間なんだ。常に人から何かを託され、常に何かを守らなきゃならない。俺はこの数年そんな自分の運命に抗ってきた。だがもうそろそろ抗うのをやめようと思う。キリュウ、やるしかねえんだよ。俺たちはいろんな人間の夢を叶えるためにな。そうだ。俺らはまだやらなきゃならないことがあるんだ。ボス猿は猿山にいてこそふさわしい。ここにいる全員まだやり残してることがあるんじゃないですかね。I do agree. What does hauling up the 100 billion to the top of the Millennium Tower actually accomplish? じゃあそれまでは各自自由時間ってことで。え、こういうのやめません？ちょっと古臭いし。いいからいいから、こういうの大事なんだって。Akiyama san is just interesting. わかりましたよ。あ、Come on, Saijima. 佐島さん、軽い感じで話しちゃいましたけど、一歩間違えば普通に死ぬかもしれない賭けだ。覚悟はできてますね。
and a few words. Ja. Go team. Go team Bowser. I mean, go team Yakuza. Seriously, suck. I can't do that now. Time you can do that curry one is when, oh my god. So yeah, I'll never be able to finish that sub story. Literally, this sub story is dead. I mean, I have it here. But first, I'm